どうもクソビッチギャルでーす。あの9月生の日崎だよです。お願いします。映ってないからもう声聞こえてないでしょ、もう全然。いつになったら私たちのこと耐えてくれるのかしら。あの女子美女美女美女3人に囲まれてます。30代頑張ってます。東京グールでーす。よろしくです。東京グールでーす。イエーイ。おめでとうございます。生おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで苦しいから苦しいから撮っていい。はい、撮りましょう。完全に苦しいですから。苦しいですか。でもちゃんとメイクもしてらっしゃいますから。メイクしてるから。ほんとにあー苦しかった。オッケー。やべー。ほんとにたまたま生は撮れたぜ。たまたまじゃないよ。いや、ずっと見てたよ。美女のおかげでね、生は撮らせていただきました。9月度ありがとうございます。見つぐ、見つぐ。美女3人衆のおかげで本当にね、生は撮れたんですけど、次ね、10月のね、そうですね、11月のインフォメーションかな。インフォメーション行きましょう。行きましょう。ほんとにそうですね。この一発目が秋祭りって。秋祭りイエーイ。もうね、季節は寒くなったからね、いろいろな秋のね、祭りっていろいろあるけどね。こんな格好で明けますねが出る。ちゃんとね、寒くてね。ちゃんと次は寒くて風邪ひくよね。いや、ちゃんとしたので。君たち風邪ひくよね。そうよ。あれ、唯一新婚だった。いや、唯一暑いかも。ちょっと暑いかも。このクオリティやばくない？相当女子だよね。みんな頑張りましたね。俺以外マジ女子だから本当に。頑張ったもん。でも後ろからお尻触っちゃうぐらい女子だから。タスを決めるために来ました。本当に女子マジ。あ、そう。クオリティ高すぎる本当に。あ、やめなさい。もうちょっと落ち着いたんじゃない？で次はね。その次がイベントの秋祭りが4日ね。4日に秋祭りあります。よろしくお願いします。次はね、その後旅行が、社員旅行ですね。社員旅行あるんで、ロマンスの社員旅行がちょっと6から9です。6から9までお休みいただきますので、その後ね、お土産を楽しみにしてお楽しみに来ていただいた。お土産のお問い合わせお待ちしております。そしてですね、15日ですね。ロマンスナイト、ロマンスナイトですね。全員スーツ着てビシッとね。でお客さんはこんな感じじゃないんだよね。全然こんな感じじゃない。ちゃんとしてる。一回のカオスな。そうですね。本当すいません。その日はね、あの男らしくね、スーツでね、バシッと。でお客様がね、いっぱいらしい。そうです。飲み放題に来ていただいたお客様。飲み放題。無条件で。から感謝。はい、感謝しますということで、よろしくお願いします。ぜひお願いします。お願いします。というわけで11月。いろいろあるんで、よろしくお願いします。みんなぜひ来てください。お願いします。ハロウィンナイト、ハロウィンナイト。いや、今日のハロウィン良かったですね。いや、最高だったよ、マジ。本当にもうナンバーワンはね、後で聞いてくださいね。それもそれで最高なんで。でも10月ナンバーワン。10月も頑張ります。まだ終わってないけど、撮影してる時期ちょっと煽ってみました。頑張ります。その辺りですか。この秘密にね、頑張ってもらって。頑張ります。頑張れ。生目指すわ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロマンスよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあね。じゃあね。ありがとうございました。ギャルたち、じゃあね。誰か黙って。やっちゃう。